ティーボーンバーネットは、アメリカ合衆国の音楽家、ソングライター、レコードプロデューサー。ボブ・ギランバンドのローリング・サンダーレビューではギタリストを、務めた。ツアーが終わった後、バーネットとバックバンドの他の2人のメンバーは、アルファバンドを結成した。1980年に、最初のソロアルバムを発表した。ロイ・オービソン、リサ・マリー・プレスリー、ジョン・メレン・キャンプ、ロス・ロボス、 カウンティング・クローズ、エルトン・ジョン・アンドレオン・ラッセル、エルビス・コステロとその妻だヤアナ・クラール、ヤノ・アキコ、ウォール・フラワーズ、トニー・ベネットなどのアルバムをプロデュースした。バーネットは2000年公開の映画、オ、oh、ー・ブラザーのサウンドトラックアルバムをプロデュースし、同作でグラミー賞最優秀アルバム賞を受賞したのに加えて、個人としても最優秀プロデューサー賞を受賞した。また、 ロバート・プラント・アアリソン・クラウスのアルバムレイジング・サンドもプロデュースし、同作によって自身2度目のグラミー賞最優秀アルバム賞を受賞した。映画コールド・マウンテンでの作詞作曲でアカデミー賞にノミネートされ、映画クレイジー・ハート主題歌でアカデミー一家曲賞を受賞した。バーネットはコロンビアレコードのレーベル DMZ を設立した。映画ウォーク・ザ・ライン 君に続く道とビッグリボースキーのための音楽を監督した。ありがとうございます。